YBC ルヴァンカップ四強で揃う。まずは3大会前の王者、名古屋グランパス。チーム在籍7シーズン目、今シーズンはキャプテンも務めるランゲラック。今季限りでチームを離れる守護神が優秀の美へゴールに鍵をかける。対するは2001年以来の優勝を目指す横浜 F ・マリノス。パリオリンピックで世界を経験した22歳、植中朝日。トリコロールの未来を担う若武者が虎視眈々とゴールを狙う。オリジナル10同士の名門対決、2度目の制覇へ。そして J リーグ60クラブの頂点へ王手をかけるのは、5年ぶりの大会制覇を狙う川崎フロンターレ。準々決勝で2試合連続ゴール、その名のごとく輝く東野大也。土壇場でチームをベスト4に導いた劇場男が準決勝でも勝負強さを見せる。クラブ史上初の決勝進出を目指すアルビレックス新潟。今大会6ゴール、得点ランキングトップの長倉元希。2シーズン前まで関東一部でプレーしていたシンデレラボーイがさらなる高みへ突き進む。青黒の魂を見せ6度目の決勝進出を決めるか、白鳥の王が初タイトルに向け羽ばたくのか。雌雄を決する大舞台、国立の切符をかけたセミファイナルズ、始まる。